じゃあ、始めるか。はい、再開。今日は、いとこのマサが、どうも。来てくれてます。来てくれてるっていうか、まあ一緒にやります。イエス！さあやっていこう。はい、じゃあ、続きから。はい。はい。これ今どういう状況ですか？どういう状況にあるんですか、この彼らは。まあ、はい。そうだね。なんだろう。森から今帰ってきた。あ、そう。森から今帰ってきた。もう一回、森？どうしようか。まあ森でいいかな。森。うん。あ、この、修道層。うん。もうマサの。あ、修道層のマサの。もっぱらモデルと言われている。モデル。いとこのマサ。そうだね。まあ全部これ、僕の友達の名前。今日が、今日が僕、ね。全員格ゲーマーっていう。まあね、そうだね。全員ゲーム、格ゲー好きなやつだね。格ゲー好きなやつらが、冒険しよう感じだね。ずっと、リバーサクラッターとか、そういう格ゲーの話ばっかりしてるでしょうね、こいつら。全部格ゲーに例えて話してるっていう、ね、ちょっと気持ち悪いやつらが。気持ち悪いやつらが冒険しようなもんだな。絶対そうだな。いや、ちょっとそういうような。ああ、お金あるもん。あ、ここあれか。ホルンか。2頭から。どこもな。音楽も一緒やし、ね。そう。あそこかな。2がいいかな。あれでしょ、マサは、武器ない方が強い。まあ、会心の一撃じゃなくて、前会心の一撃って言ったんやけど。2回攻撃。そうだね、2回攻撃やね。うん。まあ、マサはじゃあ、攻撃力が倍以上になるんだったら、武器持った方がいいな。あ、まあそうだね。あ、でもまあ2回攻撃になることがあるやけん。ああ。毎回なるわけじゃない。ちょっと村っ気あるな。村っ気ハンマー。村っ気ハンマーね。これいいな。ブレストアーマー。防御。うわ、25。防御がちょっと、そうやな。今ちょっと、弱いからね。特にヒロシはいるだろうって。あ、じゃあヒロシ強化する。やっぱ待って。これ戦闘のやつが、そうやな。ボコられ役になるな。ボコられ役やな。間違ってもヒョウが先頭に立てんゲームやからね。ヒョウが主人公。一応僕がヒョウで主人公なのに。立てんって。立てんな。完全にヒロシが主人公になってるっていう。ブレストアーマー買うかな、僕だったら。おー、オッケー。じゃあ、買います。だいぶ変わるだろ、絶対。オッケー。強くなった。これでヒロシがどんどん強くなる。どんどんヒロシ強くなる。川のよりは売っちゃっていいかな。何のルール ?55 秒。あ、いいね。あ、45秒。よし。はい。これ薬草買わな。薬草なんぼな。薬草、なんぼだっけな。薬草まあ先買わな。25分かな。割とするな。割とな、今日は。10だろ。増税の煽り受け取るな。確かに。数10だろ。薬草というか。うん。じゃあ薬草をひたすら買う。ひたすら買う。詰め込みすぎると拾えんからな。ああ、そう。朝の空っぽの方が全部詰め込めるしな。ああ、10個しか持ってない。1人。まあ、ドラクエとかも少ないんじゃない？最初の頃。そう。袋買ってほしい。ああ、そうやな、確かに。そう、袋ないな、これ。袋。そうやな。袋欲しいな。格ゲーマーやから、そういうこと考えてなかった。全然。ボケしちゃうから。そうだね。ゲーセンドールだけやね。ゲーセンドール。入り浸ってるだけやね。王の機関。王の機関。こいつ王みたいな。かっこいい技覚えてるもんな。王になっちゃう。マサは覚えれるもん限られてくるよな。まあな。そうやな。いや、ヒロシも MP ないけど。あ、そうか。これ、獲物の気配今使ったら、村人が襲ってくるのかな。いやいやいや。そんなことないね。ちょっと。危ない。獲物の気配な。獲物の。今、バッテリーの電池がね、切れかけて。危なかった。獲物の気配。使ってみるか。使えるのじゃないです。白く光ってたからね。あ、そう。白く光っとったら使える。一応セーブして。マザー2の、ムーンサイトみたいな。あ、村人が突然襲ってくる。あ、なんもならんかったな。あ、そう。話しかけてみる。モンスターだって言われるかも。あんなことない。あんなことなかった。気配出しとんのに。出しとんのにな。ザ・ビーストザ・ビーストの気配出したのビースト大悟な、うん、ないなまたまたゲーマーでしたこいつ出したところでっていう外で一回使うか試しに寄ってくるタイプなんかなこれともダークボトルタイプなんかなあ違う内笛タイプか即寄ってくるこんなんあったっけデスクラブカニさんでタスマニアンキングクラブこれやばいそうじゃない硬そう硬そうやねすごいライメネズミあライメネズミやなもう完全にあの弱点の感じがポケモンからそうそうそうと鳥とかは雷やな虫だったら火ってそうやなライメネズミあそんなもんか連打せんかったらおお強いな絶対これどういうのかなもう分かったあとこの青い鳥の羽を、うん、あの女の人からもらったけん、うん、鳥出になんか青い羽を持ってきたら倒した証と証拠としてやるってやるぞ鳥でいくか鳥でいこうトロフケツナなんかたまにケツナみたいななんですよああこれな多分強い普通より強い敵って意味じゃないかな普通よりホモ臭いっていうトロルアナルああちょっと下ネタが飛び出たところで鳥電につきました無理だなポリシーだからよだから下ネタはよこの人かなおおその羽は確かに見覚えがありますああ何こいつバレてた嘘を見破る能力うんマジな嘘をついてる味だぜジョルモジョバーナーっつってないやちょっと分からないですけど僕はブチャラって言ってくれた相手の汗の味をなめたら嘘ついても分かるおういきなりジョルノの顔ペロってなめてこれは嘘をついてる味だぜジョルモジョバーナーへえはい。多分汗舐められたらひどし。そうか。まあ、こんだけ密接してるしな。いつも顔をめちゃくちゃ付き合わせて話するもんね。近いよな、こいつ。ドラクエ世界。ドラクエ近いな。仲間になったらめり込んでくる。あれ、サンタナみたいに体の中にゾーンと入ってきようや。そうだな。サンタナはまあ分からへんけど。2部までいいと思う。この話から止まってるな。無駄なお金を出したくない。なんで分かったのまず。なるほどね。いや、でも人をつけとったやって。嘘だろそういうふうに。それが女の人が人つけてた人か。なんだったらな、金渡せへんだろ。何もしてないことない。最低限の安全。まあ女の人が、なんか、見張ってくれる。ほんまに倒したら、なんか、夢が変わったんだな。変わっただろうな。一応って。薬草5個しかない。おこれいい。めっちゃくれたよ。経験値くれた。今日だけ上がらず。まあ今日だけ遅れてるからな。遅れとか。ずっと死んの時。うん。これはブランクがね。ステータスが明らかに低いよ。ちょっとで。40? まあ、ヒロシはな、ブレストアーマーがあるけどね。マサは、まあ、攻撃力高いな、普通に。速さもある。まあ、速さ、アーティファクトの力でね。まあでも、まあ、今日はこれ、アーティファクトの力あって、MP が上がってるだけやけどね。なるほど。他はもう、素早さが低すぎるかな。うん。よし。回復を覚えさせたいよな、今日は。本来速さもちょっと欲しいってことだね。まあ、そうか。先読み回復せないかも。そうやな。ここ止まるん100ゴールドじゃなかったっけもうこれで終わるやん。宿代くれただけで宿代だけやな。じゃあ、森を、探しようか。これ。なんか、村ごとにあれが設定されてますけど、価格が宿屋の。ダンジョンっていうか、物語が進行するたびに、宿屋が上がっていくのは好きじゃん。場所の治安とか、そういう環境によるみたいな。そうだ。うん。最初のオートとかが、高い。10ゴールドとかで泊まれるのに、どんどん進んでいって、廃墟みたいな村で、200ゴールドが取られる。おいおいって。それはちょっと不自然もんね。そうやな。あれはちょっと。オートはやっぱ高い。そうそう。どこいた？森どこいた？森が来てる。宿代の話してるな。ゴブリンの王子。ゴブリン王子は強いのかな。魔法なの。魔法してるな。ゴブシャーマン。あれ強い。あれ強い。今日、知性な魔法。12やな。魔法を覚えるにも低いよな。そうか、これ、回復魔法も、知性が響いてくる。かな。だろうな。いや、あんまり意味ないかもな。いろんな武器とか装備できて、そういう何でもこなせる。回復はどうなんだろうな。知性に依存するタイプか、数値タイプか。依存するんじゃないかな。そんな気はする。200回復とか。ポイント式だったら。よろしいんやけど。もう一回女の子行ってみるか。こいつはな、ロックパイル攻撃系やもんな。ロックパイルは無視でしょうか。右で燃やすじゃあ、そうか。一撃だよ。一撃やな。でもロックパイルそんなに攻撃が痛くない。そうだな。マッサが。やばい。マッサがやっぱり。ちょっと強くない？アナルついてる。強い。くらってるわ。魔法の防御は知性とかになるの？何なる？どうなんだろうな。普通の防御なの？それはわからん。わからない。わからない。わからん。わからんと言っている。へい。はいよ。はいよ。広場何なんだな、これ。鳥がおったんかもしれない。おわしだけ。ガッチャな、これ。今度の上部の話だけどな。バードメソよ。ぶち込んでやるって言ってな。そうやな。シルベスター・スタローンの声で。佐々木勲。佐々木勲。今度のジョーが？そう。今度のジョー？佐々木勲。そう。佐々木勲よ、ぶち込んでやる。完全にスタローン。見習いでネズミ使い勝手。グループやもんな。でもこれ、MP が。どんどんなくなっていく。最初の MP も一層。そうやな。ジェットにしてよかった。ジェットの方がよかった。知性も。特に今日使い道がない。ゼロの特技しか使わない。そうやな、今のところ。持ち腐れもいいとこじゃん。そうやな。薬草を湯水のように使わな。ほんまや。湯水。僕のな、スパ4の息吹も。湯水のように。EX ゲージをくなる。EX くないんだな。ゴブゴーリは先片付けた方がいいな。どうなんだろうな。シャーマンの方が弱いから。誰今の？わからん。飛ばした。飛ばした。誰ぞだ。今日じゃないことは確かに。多分ヒロシかな。ヒロシ会心の時期出やすいね。そうなん。やばいな。剣を握るもん。これ完全に。これは一番最初の。最初のやつか。あれで、時の鍵とか飛行船を選んだらまた、完全に話が変わってくるんだろうけど。飛行船ポツンとあったもん。落ちとったな。洞窟の先に落ちとったから、そういうことか。笑ロックファイルあんまり怖くないかな。集中しよう。シャンプー倒す。それもありやね。金貯まるで、パンパン。ここの敵がだいぶ強い。回復変えるんですよ。ああ、癒しの霧。あれ。癒しの霧を誰に覚えさせるかやな。そうだ。Z。なのでも、分け取った方がやっぱり攻撃と回復。今日、回復させれるかな。3つだ。おお。絶対あると思ったよな。うん。正規の剣。鬼5匹おる。あ、もう鬼。私にかな。次の宝箱を取れるな。5だっけ？まあ、5を集めたら絶対増えるけん。扉。今どこに入れとんのかな。出ていかんのやな。なあ。ポケットとかに入れとんの。こっち気持ち悪いな。おっさんが入ったポケットに手突っ込んだら、ゾワゾワって。気持ち悪い。うわって。一匹死んどるんです。虫みたいな。死んだのやってるいけるのかな。死ぬのかも。怖かん。でもやっぱ Z めっちゃ食らってるよ。攻撃来るけんな。ヒロシに集中したいな。うん。まあある程度は集中するんだけど、まあ、確率だろうけどな。ちょっと一回帰った方がいいな。帰れるかっていう感じだけど。じゃあちょっとマサ、でもマサ先頭にしたら、歩きやすくなる。マサを先頭にして敵にあったら死ぬかもしれないね。微妙に使い勝手。ん？こう会いにくくなるやつ。うん。多分ヒロシに覚えさせたらよかったんやけど。どうするかな。どうしよう。辛いな。強い。ヒロシほんま。ヒロシがもう一人おったら強いのにな。今日の代わりにな。ヒロシ強い。要はあの名前ですか？ヒロシ。俺のおったから不思議じゃない。ヒロシ B。僕の、昔、学校にも、勇気5人おったし。勇気が5人も。勇気が集結したから。そう。ヒロシのよく名前です。うん。全員ヒロシの別に。どんだけ、バリエーションないんや。ヒロシが村の英雄なんかもしれんな。かもしれんな。これドラマとかがめっちゃ流行ってた、当時。ああ。トレンディードラマ。そうそう。それで主人公がヒロシ。うん。何の話してるやばいぞ。マスター。やばいぞ。あ、これ。いえ。マサが。マサがあったな。おぉ、あら。二人とも上がっとったな。ヒロシとジェット。うん。死ぬみたいもんな。みたいな。特に今 HP 上がってるから、マサ。大変。ヒロシが死んだ意味な。やばいな。千な戻られる。やばいやばい。1500円くらい取れないじゃん。それすごいな。5倍 ?3 倍か。何倍じゃ1000円くらい。うん、多分3倍や。おぞましいな。やばい。これはもう雷鳴ネズミいそうだ。お、今日が会心。会心の一撃出して40やでな。ヒロシなの通常が60。ヒロシのニュートラルに勝てんって。勝てん。キャラ差が激しいな。人差で乗り切るしかない。キャラ差が増えてる。64で勝ったことになる。なんで体育出るの？よーし、一旦休もう。帰ってきた。終わった。安い。安い。行って樹液の瓶を取ってきただけだったな。まあまあ、お金がね。たまたま。で、その帯を固める。よし。あ、なんだ、薬草を買ってから、あ、その余った資金でっていう方がいいな。回復ってフィールドでも使えるのかな、マーコ。これ使えるんじゃない？これな、今日が覚えた薬草代が浮くな。ああ、まあな。なんか、一人回復欲しいな。全部、まあ、井戸の下のアーティファクトやね。ガッと変わるやつが欲しいな。ブレストアーマーを、全員今日、いや、マサ装備できんのよな。修道層やから。なぜか。修道層って言ったら右側が出ないとな。うん。大型の斧は多分、両手武器だけ。盾が装備できんのかな。盾が4。大型の斧。うん。血液型の話かな。それだったら、おーって伸ばせるかな。砦のアイテム、もうちょっと見に行こうかな。防具とか？うん。ここでやることは、特に、ないかな。あ、重機の瓶。これ返したらなんかあったりするかな。もう持ってるんやろな。言わんって。あえて言わない。知っとくけど今。じゃあ、これでに行きましょう。もういい時間やな。そうなんだ。いい時間。ルーラーしな。うん。ルーラー、なんかキノコ。あったんですか？キノコこれじゃん。おら。スカルガールズ買ったんですよ。ね、ビッグバンド。ビッグバンドかっこいい。これな、トランペットで遊べるよな。こう。ホリデーのアイテムは結構、高級なものが多いから。扱い書がある。うん。おあ、でも、掘るの方が強いか。そうやね。大型の。いやでも、大型の斧は両手やけど、ハンドアクスは多分片手。マスター何それ？あ、ラウンドシールか。あ、もう、マスター、じゃあヒロシの防御力をガンガン上げていくのが大事かもな。何十買うか。いっちゃいますか。手がやな、大丈夫。かぶと。もう、ヒロシ、強くするか。最強。強くしたらいいかな。アホやけど最強。実際楽しかった。じゃあランドシール買うか。それも買う。ガンガン強くなるな。買おう。はい。使うべきと判断する僕は。オッケー。パンパテ。はい。で、めっちゃ強くなるな、これ。めっちゃ強いぞ、これ。そうか、テスカット。買います。めっちゃ強くなる。ヒロシ、ヒューグーって。ヒロシ、ピーチ。これで、京都の差が、さらに。さらに。うん。まさかなんか飛んでいいの？あ、しとつけ。無理やな。あ、無理か。無理か。全部無理な。マサも使いにくいな、こいつ。そうだったんや。後衛から、ガンガン殴っていくタイプのキャラなんか。今日、ブレスト、ああ、そうですね。40何本だった。今日、前線に上げて、マサジェット。ヒロシ今日マサジェットがいいか。ブレストはまあ、装備できるってやっぱ、ここちょっと無双化出たよね。そうだな、何でも装備できる。全部この中の、ライフルさえ装備できるっていうか。何でもできる。うん。けど何でもできる。何でもできる。そっけ。今日の合意を上げていく。んうん。まあ、クラー装備してもしゃあない感じがするね。だったらラウンドシールドまで頑張ってる。じゃあ一旦止めますか。そうやね。はい、じゃあ一旦止めます。どうも。マッサージ所でした。あ、で、ちょっとエンドトークするか。エンドトーク、たまには。たまにはな。まあ、せっかくのゲスト会ってことやけども、そうやな。樹液を取っただけって。樹液を取って、ヒロシがちょっと強くなった。で、話は全然進まない。話ほとんど進まんもんな。そうやろ。まあ、なってないようなもんやし。なんかもう、ただ敵を倒して強くなる感じやな。敵を倒して強くなれな。なんだっけそれ。よくあるな。よくあるやつ。ゴッドイーターか。え？ゴッドイーター？ああ、なんかそんな感じ。よくあるよね。よくある。はい。はい。じゃあ、いとこのマサでした。はい。さよなら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 。